人体実験動画 in サイクルモード東京。いい隣を見せてくれて、よいしょプロだな。なんか人体実験で聞こえましたけど今日何をやるんですか？てかここはどこ？ここは私は誰？いやお前は泉朝日ってもうテロップも出てた。あ、出てた？あ、もう出てた。ここは何ですか今日は？こちらサイクルモード東京に来ております。はいはいはい、サイクルモード東京。はい。大阪の時はさ、外だったでしょ。そうそうそう。まあ、もう外やけど。外もあるけど、いや、もうメインは中。中。うん。サイクルモード東京で、はいはい、泉朝日の身体能力を試そうという動画なんですけど、はい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 。はい、ローラー台とかあるんで。ローラー台。はい。それで最大ワット出そう。ローラー台で最大ワット最大ワットやってたからお前やってたからお前自分のとこでやってたやってたそれできんかったらもう会話できひんから。あ、じゃあ何、俺は今日サイクルモードのブースにあるなんかそのいろんななんか体験型の何かで自分のそんなに能力を測れって言ったの。そういうことです。じゃあ早速、うん、行きますか。はいはい、レッツ人体実験。え、やったことになってはい、ということでガールズ競輪ブースに来ております。いや、一応お前意識戻すってこい戻ってこい戻すってこい戻すってこい、お前もガールズ競輪、はい、はい、ガールズ競輪さんに来ております。はい、はい、で、こちらでね、まあ、ピストを、うん、ピストフードって言ったらいいかな、うんうん、ローラー台が、うんうんうん、で、何ワット出せるかっていうのができるよね。これじゃあワット測る。そう、はいはいはい。で、それがこちらになるんやけど、よろしくお願いします。待ってたよ。待ってるから早くして、みんな待ってるから。あの大和人さんです。よろしくお願いします。お願いします。ワットバイクは分かんない。初めて。あの普通のやつなのかです。ジムにあるみたいな。それのまあ言うと、まあ、競輪選手が練習で使うタイプのものを6秒間やってもらいます。6秒、はい、で、これね、何ワット出たらすごいですか？一般の人だったら800。800。今日は1000超えがいっぱい。1000超えたら大したもんですよね、はい、でも彼ね、3000って言うの3000、ね、私は3000出してます、過去にね。おこれギネス記録これ見てもらっていいですか、これオリンピックレベル2100なるほど、いけるぞ、いけるぞ、俺見るぞ、パリ目指す、パリ目指す、パリ目指す。今からでもまだいける。ほら、どこを持ったらいい、これ、ここどこがいいでしょ。下の方がかっこいいですね。下の方がいいかっこいい、かっこいい気じゃん。いやいや、かっこいいよ。それマットさんに出るから。何を意識すれば俺はマットが出ますか。多分引き手を引くのと、あ、なるほど、押すのと足踏む、足踏みが、あ、合わせれば合わせれば効くと、パリいける、パリいけます。よーし、割とリズム的な部分も大事だったりするね。昨日、今日合わせた最高が、はい、あれ、マウンテンバイクのアジアチャンピオンが1400。おー、そんなすごい人で1400なんだ。うん、じゃあマジ実際1000とかでだね、結構いかついすごいって1000出たの。カウントダウンできますよ、はい、皆さんも見ててください。一緒にカウントダウンしましょうか。はい、カウントダウンしましょう。はい、4321ゴー。いけ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 。今からパリ目指します。あんだけ言うててマジで出た。俺他を知らないからすごさが分かんねえ。細かいこと言うとこの負荷で普通出ないです。3で、あ、そんなのある。上げると出やすいし、あー、力を入れなきゃ進まないから。はい、この一瞬でめっちゃ疲れたわ。これ大変だわこれ。正直そのアジアチャンピオンで18ぐらい上げてる。あ、ちょっと変えてたんですね設定を。上げて1400で、多分上げてたら抜いてた可能性がある。パリだ。お前もう YouTube やっとけちゃうぞ。マジで方向性変わってきますね。引退 YouTube 引退。お前は卒業でよくない。なんで引退したっけ。ほら、次の人体実験いきますか。行きましょう。はい、ありがとうございました。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 いや、ほんとすごかったんです。はい、ということでエリートホイールのブースにやってまいりました。そして、泉が力つきました。お疲れすぎやろ、お前。あれこんな疲れるか。おぉ、なんか酸欠なのか、なんつうの、血の気が引いてる感じ。これやばいよ。ここはね、はい、チャレンジするというよりはちょっと体力がやばいから休憩。もうちょっと一回休憩。さすが人体実験。まず休ませて一回体力をゼロベースに戻さないといけないと、はい、なるほどなるほど、はいはい。ただ普通に休憩してもおもんないから。まあ確かに、サイクルガジェット TV のあやさんお願いします。ほんとだ。ちょ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 、こっち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 こ
見た今の可愛らしかったよ、見えなかった、背中に目つけとけよかった。あやさんと、もう一人ね、YouTuber の方がいて、ちょっとあの休憩があったら紹介するね。コンポネリングさん、コンポさん、コンポさん、忙しそうだわ。あんながっつり仕事中の人をここの方に呼びつけてさ、ここでサイクルモード横暴だな、ほんとに。コンポネリングさんです。え、ここって、何、オイル屋さん。オイル屋さんやね、まあまあオイルメーカー、オイルメーカーって、お二人が使ってる。あやちゃんってオイルメーカーやってんの。違う、アンバサダー。あやさんはね、前どのホイールがおすすめですかって教えてくれた。はいはいはい。コンポさんのエリートホイールの中のおすすめホイールは何か。へぇー、そうか、ホイールにもいろいろあるってことだもんな。そうそうそう。あやさんが使ってるの、あやさんが使ってるのこれが 40D。 はい、僕が使ってるのは 50D かな。50D を選ぶ理由ってのは、オールラウンドですか。なるほど、今言ったら50ぐらいでも上りとかも十分いけると思うんですか。長くなければ。おお、なるほどなるほど。ほら、じゃんけんしようか。今勝ったし。そうですね、何のじゃんけんですか。何のじゃんけんですか。じゃんけんですか。しそうな空気にはなってる今。うましたよ、動画。ああ、どうでした。散々いろいろ顔されてましたよ、皆さん。もうもうもう、この店員さんも金森さんも。金森さんも入ってました。今日金森いないの。今日金森いないの。これ今やるとな、泉くん休憩できひん。やめとく。そうだね、確かに。ここ休憩。確かに確かに確かに。あ、めっちゃ汗かいた。めっちゃ汗かいた。いやいや、これね、めっちゃ汗かいた。やってない人たちはそうか。これね、すごく汗かくよ。めっちゃ汗かく。俺も今もう熱い。ほら、次の人体実験行く。はいはい、じゃあ人体実験していきますんで、はい、二人も頑張って。はい、ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、あ、自分が仕組むや。自分が仕組むやね。はい、こちら続いては和風のブースにやってきました。和風。ゆかりさんかな。はいはい。宇治ヒルでブロンズ狙うってことやから、登りが強いわけですよ。はあ。登りコースかね。宇治ヒルクライム的な。うん。ごめん、素人。これクエストを和風で行って登りコースがあるから。それを2人で勝負してどっちが勝つかという人体実験です。おー、だから強い女性と素人の男性っていうことよね。どっちが勝つ か多分上手いんでしょ、きっと。その富士ヒルのブロンズを狙うっていうのはやっぱ上手い人はそうするんでしょ、きっと。うん、かなり上手いってことよね。まあそうですね、あのゲームとして私はやるので、はい、彼は素人です。私は一応ゲームとして、ゲームとしてやるので彼は素人です。なんか変な翻訳。何変な翻訳みたいな。俺のショートで見た。そういう見て疲れてますよ、もう今何時で、あの今準備してもらってるから、はいはい、準備でき次第、はい、スタートになります、はい、スタートしたら僕解説しながらね、これがどうこうっていうか、お前もやれよっていうね、ふうに思うけど、俺は。なんで私らの。はい、ではやりましょう。よし、バフ、いきましょう。バフ。はい、ということで準備できました。はいはい。でちょっとマシンの説明だけさせてください。はい、はい、まずゆかりさんが乗ってるのがこちら、キッカーバイクとなっております。うん、はい、自転車を取り付けなくてもこれだけで自宅で、はい、トレーニングができます。おお、傾いてる。傾く。こちら、キッカーバイクシフトと呼ばれるやつで、非常に最新のスマットトレーナーになるんやけど、ちょっと特徴をゆかりさんから軽く聞いてもいいかな。はい、一応ですね、こっち先に出たこのキッカーバイクの最新版として出たのがキッカーバイクシルトなんですけど、うん、こっちはさっきみたいな感じで勾配動かないんですよ、うん、とあとこっちはモーターが入ってるけど、こっちはモーターが入ってないタイプで、お求めやすくなって新しく出たタイプになる。なるほどなるほど。じゃあ俺が買おうと思ったら、まあこっちを買った方がいいね。ちょっとね、うん、まあまあ、お値段で大体おいくらくらいのもん。こっちが48万4000円税込み。本当に金銭感覚がバグるよな。でもさ、これだってこれってさ、自転車やねん、それそもそもが。あー、そっか、これだけで解決できる。自転車買うって考えたら、そんなに高い買い物じゃないかもしれない。そうか、確かに自転車買ったと思えばいいんだ。そう、マシンじゃなくて。うん、自転車買った。なるほどね。じゃあ負けの方が購入か、じゃあ。お、なんでやねん。男気、男気なの。ちなみにこっちは何ぼだよ。59万4000円です。飲んでる方購入ってことでいいよ。なんでやねん。なんでやねん。あの、これビンディングがちょっとね、わかんないから、ごめんね。そうか、ゆかりさん自分でビンディング、自分ビンディング。おー、いいよ、ビンディングのゆかりさんに、経験者のゆかりさんに、そうです、登りが得意のゆかりさんに、素人が勝つと。
恒例やってやりましょう。やったろ。行ったろんかい、1300ワット男。当たり前じゃないですか。待って、1300ワット。そうなん、行きましょうか。これね、もうちょっと走ったら、はい、橋が出てきます。了解。橋を越えたら、まあラインでちょっとあんねんけど、スタートします。なるほど。で、勝負はタイムが計測されてますので、そのタイムで勝負です。はい、わかりました。はい、で、900m の上りです。はい、早ければ3分を切ると思います。はい、やばい。はい、泉くんの画面でわかりやすくいくね。ここ赤い線見えてきた？見えた。うん、これで用意ドンやから。オッケー。ただ各々計測しとうから。はい。うん。よーい、ドーン。よーし。しゃー。いけ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 。ベストタイムが1分50。うわ、早っ。うん、1分50早っ。今さっき言ってるのが、ゆかりさんか。これゆかりさん。あれ、泉くん？重たいこれ。あれ、ちょっと泉くん、軽くするぞ。軽くするぞ。はい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 。重くする軽くする言って。でもワット自体は結構出てる。重い軽い大丈夫？わかんない、重いの軽いのか。でもゆかりさんだいぶ遠い。ゆかりさんだいぶ遠いぞ。ね。やばい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 。なんそのギュンギュン回してんの？ギュンギュンみたいな。やばい。自転車はパワーだけじゃなかった。技術もいるんだ。俺こんななんかさ、ガシガシこいでんの。軽いギアでやった方がいいこれ。いや、それはな。こればっかは技術やわ。だって回転数も違うじゃん。そやな。ゆかりさんここやぞ。ゆかりさんここ。痛い。これで残り出てます。ここに残り 500m、 今半分終わりました。あ、はい、ゆかりさん残り 400m。 やっぱり地味な戦いになってしまった。戦いが地味だ。待って、長いよ。でも見えてきた見えてきた見えてきた。ゆかりさんこれ、ゆかりさんこれ最後抜けるんちゃうかこれ。後ろから来てんの泉君。でも見えてんねん、見えてんねん、もう見えてんねん。何やろ、負けたら50万。きつい、これ。あ、でも、やばい。やばい、泉朝日はいつだって奇跡を起こすのか。残り 180m。 追いついた、追いついた、追いついたって。いけ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 、これゴール、これゴール。この輪っかが重くする、重くするぞ。いけ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 、おお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 おギア変速とかさ、私は一応考えながらやってて、ね、シャドウを見て、でこのぐらいのシャドウでこのぐらいの距離やからギアをちょっと変えてとかやってたんやけど、朝日君何も考えてへんやろ。いやいや、一応考えました。だからゆかりさんと同じ速度で足を回せれば絶対力と上に通るのがあるわけじゃん。あ、頭いい。だから同じ速度で足を回せば絶対俺の方が早く進むはずだから、それになるように藤本さんにギアをいじってもらって、あとそのままキープ。頭ね、刺せるとこで刺しちまおう。最後スプリントしたんや。うんうんうん。やば、実は、はい、頭も切れる男やった。じゃあお疲れ。ああ、はい、ということで、いやあ、お疲れ様でした。もうイベントよりも全然体力のいる撮影でした。イベントも大したことやってたから。でも大したことをやってた。本当に。いや、でも結果的にすごかった、はい、2個成功。あ、はい、あ、プロデューサーがなんか、岡田やないかい。なんで俺今呼ばれたんすよ。俺呼ばれたんすよ。なんで立たされたここに。そしてなんか見とけって言われたから見てたけど、ずっと突っ込まんし、ちょっと見とけって。見とくんだよ、照明切れたから。なんでもう今日岡田くんのせいで照明切れたよ。もう落ちちゃったじゃん。本編は一切知らないで、カンカン言っとる。カンカン言っとる。カンカン言っとる。喋りかけたんよ今。喋りかけてカンカン言っとる。何言ってんだよ。おもろすぎるだろお前。で、こちらサイクルモード東京は、はい、
今日まで。今日まで。なるほど、うん、だからもちろんこれ出てる時は終わってんねんけど、まあ来年も行われる。ぜひ、来年も来て、はい、泉くんの人体実験を見てください。なるほど、はい、私も親友高倉正義が出てる動画もあるので、それもぜひ見ていただければ嬉しいなって思ってます。お願いします。あ、なので、はい、チャンネル登録と高評価、はい、していただいて、はい、また次の動画でお会いできたらと思います。はい、はい、では、最後の東京、東京ビッグサイトよりお送りしました。ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。ありがとうございました。